斎藤隆人は、新潟県新潟市出身の元、プロバスケットボール選手である。日本男子、プロバスケットボールリーグ B リーグの新州、ブレイブウォリアーズ所属。ポジションは、ポイントガード。粘り強いディフェンスは、外国人であっても嫌がり、効果のある武器である。現役引退後の2019から2020シーズン、新州ブレイブウォリアーズ。 ホームタウン活動推進担当に就任。10歳の時にバスケットボールを始める。中学校は新潟市立東石山中学校に進学。2001年4月、地元の名門新潟県立新潟商業高等学校に進学し、1年生時よりスタメンでインターハイウィンターカップに出場。3年生時の2003年ウィンターカップでベスト8入り。 2004年4月、日本大学に進学。3年生時の全日本大学バスケットボール選手権大会で3位。4年生時の関東リーグ戦で準優勝し、関東賞を受賞。インカレは5位。大学在学中の2008年1月に、BJ リーグ2次トライアウトに合格して、育成指定選手となり、2月にアーリーチャレンジ制度により、 新潟アルビレックス BB に入団。2010年にプロテクト対象選手になり翌シーズンも新潟でプレー2011年6月にエクスパンションドラフトにて新州ブレイブウォリアーズに指名され入団。キャプテンに就任。中心選手の一人となり、2011から12はスタメンに定着して、レギュラーシーズン前52試合に出場。 2012から13シーズンアシストランキング9位。ありがとうございます。